はい、こんにちは、トミです。今回はテンスラコラボの星6キャラクターたちを使って遊んでいきたいなと思います。まあ、ほとんどね、リブルなんですけども、まあ、それをね、使ってみた動画を流していこうかなと思います。でね、ちょっと動画が長くなるんで、時々ね、カットとか倍速を入れて、まあ、見ていこうかなと思います。まあ、ここは、裏キンキン1ですね。まあ、もう言わずもながら最適性です、ここは。めちゃくちゃ強い、ここでも。まあ、ギミックが合ってるんで強いなと思いましたね。まあ、そもそもね、リムルの持ってるアビリティ数が多いんだよね。重力、ワープ、ウィンド、減速もあって、それに、ダメ音が地雷をね、多少耐えれるバリアがあるから、まあ、連れて行けるところがあまりにも多いね。で、ここは、近畿の極4ですね。ここも無理やり連れて行けることができますね。まあ、相当友情強いわ。これマジで。稀に見る、神コラボです。多分、今年は、テンスラは、ワールドトリガーみたいな扱いをされるんじゃないのかなと思ってるんですよね。ベニマルとか、シオンだね。あのキャラクターたちが謎にね、転送壁とか持ってるから、僕はね、追加の天魔の古城で、ハマるんだろうなって僕は思ってるんですよね。だからね、まあ一応今のところリムル以外一応引く価値ないみたいな評価にされがちだけど、まあ引いても損はしないんじゃないのかなと思ったかな。はい、まあキンキさんも圧勝と。はい。で、次はキンキの古城、じゃあキンキの古城じゃねえ。ごめん。キンキの極六。ですね。はい。まあ、魔法陣はないんですけども、まあ、バチバチに適正かなと思います。まあ、強いね。チェーススピア。今までパワー型にしかついてこなかったんですよね。まあ、あれも、神化なんで、まあ、実質、あれ、パワー型の威力のチェーススピアじゃないですか。だから、なんで今までバランス型とかスピード型とか砲撃型にチェイススピアつかなかったんだろうなと思ったんだけど、まあ理由がこれではっきりしましたね。で、今度はベニマルですね。はい、まあボスまで飛ぶんですけども、はい、ヒット数稼げれば稼ぐほどその SS の追撃もねアップするんで強いですよね。なので、まあ一応バラージショットガンを持ってるヨルさんを採用してますね。はい、ワンパーン。まあ一応ね、ベニマルもね、元気の極8で使えるかなと思います。で、今度は裏元気10で使ってみたんで見ていきましょう。まあここもね強いね。一応魔法陣はないんですけども、まあ連れていけるかなと思います。まあ、普通に適正です、ここも。まあ、もしもね、ここに、順当の適正キャラクターがいなかったら、別に連れてってあげてもいいんじゃないかなと思ったかな。自分いつもここ、オニャンコポンアルファ4でやってるんだけど、まあ、オニャンコポンアルファ持っていないのであれば、この編成が割といいんじゃないかなと思ったかな。ちなみに、一応こう、リムル強いですけども、僕は今後、普通にオニャンコポンアルファでやろうと思ってます。普通にオニャンコポンアルファがこう、めちゃくちゃ強いんですよね。で、はい。友情コンボを出していく。まあ、弱点出たらね、もう瞬殺だよね、さすがに。このチェイススピアがさ、やばいわ。2年前の友情コンボだよな、ってなる。はい。削っていく。強いね、やっぱり。で、今度は裏キンキ14で使ってみたんで見ていきましょう。まあ、一応ここも適正ですね。まあ、最適正とまではならないんですけども、まあ、普通に連れていけるような感じですね。チェイススピアが弱点にね、やっぱり当たると、相当な火力が伸びますので、おすすめです。はい。で、ボス戦ですね。いや、チェイススピアぶっ壊れだよな。まあ、リムルは、とりあえず、持ってた方がいい。いろんなところで使えるしね。で、SS と。はい、全部削り切れましたね。まあ、裏キンキ14でも使えると。はい。で、今度は、裏キンキ16を見ていきましょう。
はい、もうここもね瞬殺です。あの地雷持っていないんですけども、もう友情コンボでパパッと終わります。ちなみにこれね終わるの1分14秒、あ1分半で終わりましたね、うん、1分半で終わったんだよ、やばないこれ言わずもながら最適性ですこれは。はいでチェススペアで瞬殺とマジこれ爆発とね、その強い友情コンボ持ってるのってやっぱり悪いわ、悪いっていうか、おかしいわダメな組み合わせだねこれは。爆発を持ってるからサポート面としても優秀だし、いやこのキャラクターねちょっとフラッパまでは生きるんじゃないのかな。フラッパか長くて周年まではあのリムルは結構使われていくキャラクターになるんじゃないのかなって僕は思いますね、うん、チーススピアの火力があまりにもおかしいんだもんこれやばないこれで、しっかりとまだ火力を出していきます、うん、やばいよなこれマジで。はい、まだ火力を出していきます、うん、でね僕ねまだねテンスラね15話だっけな、15話しかまだ見れていないんですよね。確かあのオークの戦いが終わってちょっとした会議が終わったところかな、そこまでしか見ていないんだけど、まあ相当、まあ、テンスラ結構面白いなと思ったわ。で、ここはあの近畿の極21ですね。ここに関しましてはあのリムル2 の、 あのアンチブロックを持っているキャラクター2台入れないとさすがにちょっと難しかったですね。なのでルナをね採用した方がいいんじゃないのかなと思います。これも本当に強いです、うんやばいわこれマジおかしいこれで、しっかりと火力を出してあげます、うん、まあ、もしもねやるんだったらルナをね採用してあげた方がいいんじゃないかなと僕は思うね、うん、でしっかりとルナバフを浴びせてあげて、はい強いですね。で2段階目のストライクショットを打ってあげます。うん、これねすごいよこれねめっちゃゲージ飛んでたのよまあ強いわこの最後の追撃も。はい、ということでまあ近畿の極21でも使えると、はい、で今度は近畿の極24ですね。シオン2のリムル2です、はい、この編成もね強いわ。シオンとね一緒に使っていこうかなと思います。このねチェイススピアがねボス火力から雑魚までね出せる、うん、サンダーバードも処理できるし、ボスのね火力もね申し分ない、うん、めっちゃ強いわ。でワープも持ってるから強いこれやばないマジで、うん、いやこれはねマジ強いわ。本当にねちょっとこれワートリみたいな扱いになるんだろうなと思ってるかな。ちなみに誘発されたチェイススピアだとボスにね火力入らないんで注意してくださいね、うん、誘発されてしまうと友情火力が 50% 下がってしまうんで、そのもしもね使うときはねしっかりと注意してください、うん、でボス戦ですね。でしっかりと、うん、不要処理してあげて、そうシオンのねストライクショット打ちたいなと思って打ってみたんですよね。それがちょっとチェイススピアが強すぎてちょっと無理だったんですよねこれ。そうシオンのねストライクショットが近くの敵にその追撃なんですごく使いにくいんですよね、うん、まあなのでしっかりと調整してあげる必要性がありますね。はい、これでしっかりと火力を出してあげると、はいでしっかりと近くに来ましたね。はいはい、ワンパンできたと、うん、まあ一応ねワンパンとかできるんで強いですよねシオンも。はい、まあ動画でもやったんですけども近畿の極26ですね。はい、まあここでも強いわ強い。まあ一応ねフルで流していこうかなと思うんですけども、うん、あでね近畿の極26の場合だと時々ねゲージを外してあげて
あえてあのワープをね、外してあげるっていうのもいい択、いい択だなと思ったかな、うん。まあ一応近畿の5区26でもチェーススピアがめちゃくちゃ刺さってるから、まあ使ってあげてもいいんじゃないかなと思ったかな、うん。しかもワープもねしっかりと対応してるし強いです。まあネオとかね持っていなければ、リムルはね採用してあげてもいいかなと思ったかな。でもしも連れていく場合はルナをね採用してあげた方がいいかなと思うかな。ルナはねやっぱりバフとして優秀なんで、まあ連れてってあげた方がいいかなと僕は思うかな。でこれをチェイススピアやばいよなこれ。はい、でまたしっかりと火力を出してあげます。で2ピーサー、これブロックいるから左側にさ行けないと思うじゃん。でもしっかりとワープに吸い込まれてしまえば、そうこういう感じに使えることができるんだよね、うん。まあ、そこが結構偉いな、うん。でこれリムルのストライクショット打ってみたんですよね、うん。もうチェイススピアで削ってしまうとやばいよなこれ。で大賢者連れてきた意味を普通にフォンフォンかプリシーバーでよかったねこれは。で 3P で、はい、間に挟まってあげて、うんとか、うん、いやこれ強いわシンプルにいやマジリムルね連れていけるところね、豪絶もね6種類いけるし近畿の極も多数いけるから、いやこれね始めたてとかそのモンスト復帰してレベルゲットしたならいろんなところで連れていけるから、まあ持ってた方がいいよやっぱり。でこれネギドで終わるって感じですねやばいよなこれマジで。で今度は近畿の国30ですね。はい、もうこれチェイススピアマジぶっ壊れだわ。で爆発持ってるんでしっかりとヤクモだったりシレディンガーとすごく相性がいいですよね、うん。いやここもね強かったっす強いよ。で大賢者使って SS を短縮させに行きます。でラウドラのところもすごく楽ですね、うん。ここもやっぱりチェイススピアがぶっ刺さって強いなと思いましたね、うん、マジすごいよこれ。でねちょっとね僕ね近畿の極30でちょシュレディンガーとヤクモ自体初めて使ったんですよ俺、うん。だからねちょっとやり方わかんなくて試行錯誤でやったんだけど、どうなんでしょうねこれやり方合ってんのかな俺、これ絶対合ってないと思うけど、そうごめんね、だからちょっと下手くそかもしれん。はい、でしっかりと火力を出してあげます。強いですね。まあなんかすごい頭のいい方だったらなんかリムル編成とかなんか組みそうだよね。どうなんだろう、まあでもだとしてもネオの方は強かったりするのかなこれ。でシュレディンガーでしっかりと火力を出してあげます。強いですね、はいいや強いわこれ。でシュレディンガーとさヤクモの相性結構いいね、うん。初めて使ったんだけど強くてびっくりしたわこれ。でボス戦ですね。でこれね初手ね全部倒したかったんだけどミスりましたねこれ、うん。ちょっとこれは僕が下手くそすぎた、うん。でこれシェーディンガーで SS 終わらせたかったんだけど、うん、僕は下手くそすぎたねこれは。でこれヤクモじゃあしっかりと SS を打ってあげます。はい、いやーこれ強いね。でこれさ削り切れると思うじゃんこれね削り切れって終わりだなと思ったんだけど終わらなかったわ。あえってなって、え終わらんの、うん。まあってことでね一応リムルを使って、まあ、近畿の極等で遊んでみました、まあ、結構に適正数持ってるんで、まあ、使ってみたらねいいんじゃないのかなって思います。はい、ということで、まあ、動画終わりたいと思います。バイバイ。